なあマリカ、それ見せて。めっちゃ可愛い。え、可愛い。アギラ、バレンタインデーは普通こう男が女からもらう日やってあげる日じゃないっしょ。分かってるよ。でも別に好きだったら関係ないじゃん。それに何もない日にあげるよりいいさ。マリカ、それ特別なやつなんだぞ。俺と離れてる時はそれを俺だと思って大事にすること。分かった。え、ちょっとマリカ感動しすぎだけど。あ、いやマジ気分かんないの。別にいいよ。クリスター。いやでもあれへんね、男どもはちょっとはアキラを見習った方がいいと思う。いやいや、アキラも今のは気持ち悪かった。今のアキラはやばい。いやいや気持ち悪い。てかね、向こうの話をしてきたんだよね。それだね、うんうん、もう週末やで、もうすぐ、うん、な、うん、でもさ、うん、この旅行がもうプレゼントみたいなもんや。そう、まあ、そう、旅費やって俺らが全部払ってるからさ。まあそうやな、うん、てか、カレザーって寒いんかな。え、寒そう。ビギン来てけたのか。ビギン来てけた。もう、アキラにチョコあげた。あ、俺にもチョコちょうだい。チョコ持ちに忘れてきちゃった。えた、あ、素で、素で、ごめんね。今から取りに行ってくるから。大丈夫だよ。大丈夫じゃないよ。わかった。じゃあ、後で公園で待ち合わせね。男って女も出て釣れると思ってんだよね。まあ釣れる女はバカな女だけだから別にいいけど、アキラと私はそんなんじゃないから。軽井沢はめちゃめちゃ楽しみやな。やだやだ、どうしよう。何食べちゃう。逆に安いやろ。え、何くらいないよ。え、何それ。軽井沢めっちゃ楽しみ。絶対行くよ。もう誰もいないわよ。だから言ったでしょ、私。彼なんて言い訳するのかしらね。ていうか、彼の言い訳にあなたがなんて言うかの方が気になるけど。言い訳なんか聞きたくない。私全部見たんだから。違うんだ。もう別れるしかないよ。あ、マリカ、私やけど、さっきカフェの外で見ちゃったんよね。でさ、旅行どうする？わかんない。でもアキラと一緒に行きたくない。そうやでな。でな、なんかアキラから連絡があって、アキラ行かれへんなったんやって。でさ、旅行、みんなで一緒に行けへん？気持ち切り替えるためにも。絶対一人でおるよりいいと思うんやけど。うん、そうかもね。夕暮れになると最近
急に寒くなりだしたけど、風なんて引いてやしないかな。冷え性って凍る指先、ポケットで温めてみる。君の温度の真似をするカイロ、きっと私だけじゃない。 So I don't cry。 君も同じくらい辛い。 But try してるんだよね。連絡したんですけど、兄は公園でマリカさんを待つって。それで私、兄を連れ戻しに行ったんです。そのせいで
私のせいでマリカさんに勘違いをさせてしまって本当にごめんなさい。どうか兄を許してあげてください。兄は皆さんの旅行の計画を台無しにしたくないと言って何も話さなかったんです。これからお葬式があるんですけど、その前に兄がどうしてもマリカさんに会って話をしたいというので私が誤解を解きに来ました。一足遅かったわね。彼女の誤解全部私の責任だったかもしれない。幸せそうな彼女が憎くて不安にさせることばかりしてしまったわ。男なんてみんな同じだと思っていて私がバカだった。ユリ戻ってきてくれたのか。ユリ、彼女はどっちへ向かったんだ。マリカ、すぐ迎えに行くからな。マリカ、最後まで話は聞くもんだぞ。まったくお前は感情的すぎるよ。まあそこが好きなところでもあるんだけどさ。なんでいるの？マリカを迎えに来たんだよ。アキラ、ってやつだ。感情的すぎるところが好きなんでしょ。